どうもコバです。トラブルダークネスとヨルプリンセス、新キャラからやっていきます。前回ルーン編が終わりましたね。ルーンの最後が、ちょっと、グダグダな感じに、なってしまいましたけれども、新しいキャラでやっていきます。もう残り3人ですね。だいぶかかったね。で、はい、今回は、ゆい、小手川ゆいでいきたいと思います。どんぐらいかかるかな。割となんかゆいは CG が盛りだくさんらしいです。なんか期待していきましょう。多くてパート7ぐらいかな。あの、ゆうきくん。小手川、どうかしたのか？よかったら一緒に帰らない？別にいいけど。小手川。何？いや、突然一緒に帰ろうって俺に何か用でもあるのか？特に用事があるってわけじゃないんだけど、ゆうきくん記憶喪失になっちゃったでしょ？そうだな。他の破天荒な人たちに任せてられないもの。私が何とかして元に戻してあげなくちゃ。どうかしたの？小手川、あれを見てくれ。木の上に猫が。高いとこに登っちゃって降りられなくなってるのか？前にも似たようなことが。そういえば記憶を戻すには過去の行為を再現するといいって言ってたわね。でもさすがに小学生の時のことなんて覚えてないわね。小手川、ちょっとここで待っててくれ。あの猫を木から下ろしてくるよ。大丈夫、俺こういうの得意なんだ。ちょっと結城くん。よし、捕まえた。もう大丈夫だぞ。小手川にじゃれついてるな。その猫、小手川のことが好きなんじゃないか？ちょっと。そこはくすぐったいから。小手川、嬉しそうにも見えるけど、ちょっと困った感じにも見えるな。楽しそうだし、別に止めなくてもいいか。人懐っこくて可愛い野良猫だったな。そうね。ゆうきくん、その猫を助けてくれてありがとう。別にお礼を言われることじゃないって。変わらないのね、記憶がなくなっても。なんでもないわ。なんか悪いことしてる気分だ。よし、今日意外と短かったな。また次か。まあいっか、後でやりゃいいか。好感度が上がらない方に CG シーンがあるんだよ。
まあ回収して後で好感度合わせればいいかな。ゆうきくん、次移動教室だから一緒に行くわよ。ん？うん、わかった。それとお昼も二人で食べるから勝手にどこかに行かないようにね。え、二人きりで食べるのか？何？もしかして、いや、そんなことないって。急に言われたから驚いただけで。女の子と二人で食事とかちょっと緊張しちゃうよな。ハレンチ先輩、最近よくリト先輩と一緒にいるよね。え、それはほら、ユキくんが記憶をなくして困っているから。困っている生徒を助けるのは風紀委員として当然の義務でしょ。だからその、本当にそれだけなのかな。ほら、ゆうきくん、そろそろ移動しないと授業に間に合わないわよ。ちょっと待ってて、今準備してくるから。これはハレンチ先輩の真意を知るチャンス。よし、えい、サイコダイブ。他の破天荒な人たちに結城くんを任せられないわ。私が何とかしてあげないと。ついでにハレンチのところも直して結城くんを更生させるべきよね。ふむふむ、やっぱり何とかしてあげたいって責任感はすごく強いみたいだね。小手川。ゆうきくん、ダメよ、こんなの。恥ずかしい。あれ？これは？わわわ、そんな一気に。わわ、ハレンチ先輩っても積極的。なるほど、責任っていうのは、こういう意味での責任も。あ、黒崎さん？見つかっちゃった。何今の。どうして私の心の中に黒崎さんが。えへへ、ハレンチ先輩も心の奥ではあんなことやそんなことを考えてるんだね。小手川、お待たせ。って、あれ、メア、まだいたのか？あ、聞いてください、先輩。いや、聞いてもらうより映像を見せた方が早いかな。映像って、まさか。ダメよ、そんなの、黒崎さん。いやいや、ここは自分の気持ちを先輩に知ってもらうチャンスだと思って。黒崎さんが楽しみたいだけでしょ。とにかく絶対にダメなんだから。よくわからないけど、なんとかしないとまずそうだ。とりあえずメアをなんとかしないと。って、あれ、メアのやつどこに。こっちだよ、先輩。うわ！もう、ゆうきくんが遅いから授業に遅れちゃうじゃない。ごめん、とにかく急がないと。うわ！もう、急に転ばないでよ。小手川の胸、やっぱり大きいな。そんな、ダメよ、学校でこんなことしちゃ。
大体あなたがハレンチなことばっかりしてくるからこんなに大きくなったんだから。そうか、じゃ責任取らないとな。ゆうきくん、もっと深いところまで見ちゃおっか。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。あなた気をつけてね。なるべく早く帰ってくるよ。少しでもゆいと子供と一緒にいたいから。と、仕事に行く前にお出かけのチューが欲しいな、なんて。もうハレンチなんだから、ほんと昔から変わらないわね。今のは。いや、何も見てない、何も見てないから。あはは、ちょっとやりすぎちゃったかな。はい、じゃあ、本日ラストのイベントです。やっていきます。ビータ TV ってもう生産終了したんだっけ。なんかそんなこと聞いた気がするんだけど。猫の手のおもちゃ買っちゃった。あれは猫の 手ではないです。大人のおもちゃです。ゆうきくんが持ってるのを見て前から欲しいなって思ってたんだけど、売っててよかった。あれ、おい小手川。ゆうきくん。みかんにお使い頼まれて買い物に行ってきた帰りでさ。小手川も買い物。ええ、せっかくの休日だから服とか本とかいろいろ。そうだ、ゆきくん、これって見覚えある？ん？これは猫の手のおもちゃ？スイッチを押すと動くんだ。面白いな。何か思い出すことはない？前にゆきくんも同じものを持っていたんだけど。え、俺が？何も思い出せそうにないや。そう、やっぱりそう簡単にはいかない。一気に人が乗ってきたな。小手川、駅か？まずい、人混みに押されて小手川と体がくっついて。ごめん、そのわざとじゃ。別に怒ってないわ。あなたが自分からそういうことする人じゃないって分かってるから。小手川、フレンチだけど真面目で誠実な人。うわ、また人が乗ってきた。小手川、どうかした？おもちゃが足の間に。この状況前にも確か。小手川なんだか辛そうだな。あ、おもちゃのスイッチが入れっぱなしだ。ずっと電源をオンにしておくのもなんだし、どうしよう。よし、おもちゃの電源を止めよう。手元が見えないけど、スイッチはこの辺か？ちょっと。
あれ、今の感触はなんだ？あった、スイッチだ。よし、電源は止まった。止まったけど、指が何かに挟まって抜けないな。ゆきくんの指が。なんだかとんでもないことになってる気がする。とにかく指を抜かないと。指を動かさないで。大丈夫だったか？なんとか。以前みたいなことにはならなくてよかったけど、結局もっと恥ずかしい目に遭ったような。はい、というわけで、ゆい編パート1は、この辺で終わりたいと思います。いや、全部ご飯上がったか？多分上がったよね。まあ、合わなかったらまあいいか、それはそれで。はい、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。